For nearly three decades, the Final Fantasy video game franchise has captivated fans with complex characters and epic worlds to explore. And now, the time has come to explore the real world behind the fantasy. I'm Allie Hillis, the voice of Lightning. This is Inside the Square. This is where the powerful visionaries behind Final Fantasy weave their magic. This is Square Enix.映画とか子供の頃から好きだったので、やはりゲームの世界でもその映像が綺麗だったり、ストーリーがこう、ドラマチックだったりっていう部分で、ロールプレイングゲームっていう部分に非常に惹かれてったってのありますね。まあ、その特にファイナルファンタジーは映像とストーリーに特に凝っていましたので、まあそこのやる仕事として就職したという形で、まあ、そこからゲーム制作に関わって今に至っているという感じですね。 Hello, Lightning.Welcome home. ファイナルファンタジーってこうシリーズ、まあ、もう25年やっていて、いろんなこうファイナルファンタジーの中でもいろんなこう幅のある作品があるので、 It's the most successful role-playing game franchise in history with sales of over 100 million games. Since the first game on NES, Final Fantasy has grown to include 15 numbered games across all major gaming platforms. それくらいこう新しく何か変わっていけるっていうものがファイナルファンタジーの持つ強さだとも思ってます。そこに新しさをどういうふうに混ぜていくかっていうことは常に考えていますので、 Though each game features different characters and different worlds, they're connected by distinct art direction and a visionary approach to storytelling. よく自分の生活の中全てから影響を受けて生かせたらいいなと思いながら、普通になんか見たものがあいいなと思ったら、なんかこう携帯で写真撮って資料にしたりとか、そんな感じです。ゲームに触られたことない人でも普通に映画やテレビを触れた感覚と同じ感覚で、入っていけるところがこうファイナルファンタジーの魅力かなと思います。 I'm not gonna do anything that might cause him to change his mindFinal Fantasy XIII is the first game in franchise history to receive a trilogy. で、そこを、壮大な神話をかっちりと作ったので、そこを全部描き切るために、3作品のこうドラマにしたと。Players will now experience the finale of this epic saga. 非常に今回ライトニングリターンズ、ファイナルファンタジー XIII の出発点はシンプルで、その前2作で、起こってしまった事実で滅びゆく世界、滅びゆく世界のそれぞれ、なんですかね、その世界は今終わろうとしていて、その世界終わりを迎える時にどういう態度の人々が住んでいるかっていうので分かれています。こう表現したいなと思ってるのは、その滅びゆく世界に取り残された人々がどう生きてるかみたいな、この人がすごくもう年を取らずに、まあ、新しい命も生まれず、そのまま500年という月日が経っていまして、じゃあライトニング主人公は何をするかっていうと、滅びゆく世界に生き残った人々の心を救うというか、 I'll save you. お客さんのフィードバックをもらって、よりもっとその見るだけじゃなくてプレイに参加したいと、プレイヤーがより積極的に物語に介入して、そこにユーザーがライトニングの分身として降り立って、世界を体験していくという意味がすごくその3作を通して行き着いた結果、大きく、進化した部分だと思っていますというコンセプトでワールドドリバーというような、コンセプトのゲームになってます。 The clock is ticking on this world and I've got things to do before time runs out. ライトニングというキャラクター非常に人気も高いので、まあ、今回タイトルにもありますようにライトニングが復活して活躍してくれるので、まあユーザーにとってはまあ一番そこがエキサイティングだとは思うんですけど、キャラクターの魅力とキャラクターのこう何ですかね、アクションの魅力っていうのがあると思うんですけども、そこに関しては今回の「ライトニングリターンズ」も RPG ではあるんですけど、1作目2作目と間違ってそのアクションゲームかのように強化されてる部分があるので、それぞれ過去のキャラクターたちも登場して、まあ、それぞれキャラクター性にクローズアップしたイベントというかシナリオになってると思うんで、まあ、その辺が楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけど、なんか今回は
ずっとサポート役 のホープくんがいるんで、その彼との関係とかにちょっと期待したいなと思ってたりしますけど、どうなのかちょっと楽しみです。バリラ非常にこうキュートなキャラクターで、非常に大きな運命を背負っていて、見た目よりもすごくしっかりしてるキャラクターです。最後どうなるかはちょっとお楽しみにしていただきたいなと思います。やはり最終的には世界というよりも、まあ人、まあ、FF シリーズはやっぱりキャラクターをこうキャラクターを沈むにドラマが展開するっていうのを重視しているので、その人どう救うのか。 This is the perfect chance for new players and returning fans to join in on the action. だからすごく今回新しくライトニングターズから始める人でも、なんですかね、予備知識なかったとしてもストーリー的にもすんなりと入ります。世界を作っているリソースは全部一新しているので、すごく新鮮な冒険が楽しめると思います。Even in its 13th iteration, Final Fantasy remains on the leading edge of action RPG innovation.